はい、えー、こんにちは、えー。メディアートプログラミング1の、えー、第6回目の内容をやっていきたいと思います、えー。今日はちょっと今までとはまた少し、えー、違った、えー、形でプログラミングやっていきます。はい、えー、今日はですね、p5.js で画像データを扱う画像の分析再合成という内容でやっていこうと思っています。えー、画像ファイル を外部から読み込んで,で、その画像ファイルの情報を分析して再合成するというようなことをやっていきますが、まあ、まず初めにですね、画像のデータというのはどうなっているのかということについてちょっと取り上げたいと思います。でそもそもコンピューターのモニターにこう画像がこう例えばここに映し出されていますけれども、この画像というのはどういうふうなデータになっているかというと、これをグググッとこう拡大していくと、この右のような形になって、 ピクセルというこの点の集合で構成されています。これが縦横にすごくこう膨大な量の情報がこう縦横に並んでいるわけです。まあ、あの考えによっては巨大なエクセルの表のようなものだとも考えられるんじゃないかと思います。で、このピクセル、例えばですね、6 4 0 × 1 4 ピクセルの画像データがあったとします、えー、この時に 640×480、これを計算すると、えー、30万7200なんですけれども、まあ、それだけのですねものすごい膨大な数のピクセルが存在するというわけです。で、それぞれ一つ一つのピクセル、そこの中に こんなような情報が入っています。まあこれいろいろなモニターで見た際のピクセルの状態ですけれども、えー、まあこれは CRT、昔あったあのブラウン管のモニターですとか、これもそうですね。あと下は LCD、液晶のディスプレイです。すべてに共通しているのは光の三原色、レッド、グリーン、ブルー、まあどれもあの並び方は違いますが、それぞれレッド、グリーン、ブルー、光の三原色が 規則正しく並んでいるわけです。で、ピクセルというのはその RGB の光の三原色のこの強さを変えることによって色を表現しています。で、それぞれどれくらいの階調を持っているかというと8ビット、つまり256階調を表すことができます。で色を指定する際にも えー、フィルとかストロークで色を指定する際に0から255の範囲で指定したと思います0を含めて256回帳のわけですねで画像の際にも同様ですこの画像の1個1個のピクセルに RGB それぞれ8ビット256回帳の強さがあってでさらにフォーマットによってですね透明度を格納できるそういったフォーマットもありますそういう場合には RGBA、アルファのデータが追加されて、8ビットが4つで32ビット。この32ビットカラーをフルカラーと呼んだりもします、はい。ではですね、この画像のファイル、これがコンピュータの中でどうやって扱われているかというのを見ていきたいんですけれども、これをですね、コンピュータの中ではこう横に切っていきます。横に横に切っていきます。 まあ今ここの右側にあるように細いこの色の並んだリボンが横にずっと並んでいるようなそんなイメージで画像のデータは格納されていると思ってくださいつまりこの長いですね色の連なりになっているわけですでこれはちょっと細かくなるんですが実際にその一個一個はどうやってえその色の強さが格納されているかというと例えばフルカラー 3 2ビットの画像の場合には RGBA、RGBA、RGBA というふうにそれぞれ0から255の値が入っています。α 値がない場合には RGB、RGB、RGB です。グレースケールの画像の場合には黒のチャンネルしかないので1ピクセルがそれぞれ 1, チャンネル1データとして格納されています。 このような形で横に長くたくさんの数字が並んでいるのがコンピューターの中で表現されている画像データだと思っていただくといいと思いますでは早速ですね p5.js で画像を表示してみたいと思いますでこの際にですね、えーまあ、表示できる画像の形式なんですけれども Web ブ,ブラウザーで表示できる画像であれば ほとんどが表示できます例えば JPEG とか GIF とか PNG といった画像に形式に対応していますで。画像を表示するにはイメージ関数というのを用いるんですけれども、これはじゃあちょっと実際にプログラムしながら説明していきたいと思います。でですね、この際にちょっと今までと変わってくるのが、この P5.js のプログラムをしているところに 画像を配置、もしくはアップロードしなければいけないんです。で今日はですね、p5.js エディターではなくて、最初からオープンプロセッシングで、えー、プログラミングしていこうと思うんですけれども、その際にオープンプロセッシングのサーバーに、まず画像をアップロードする必要があります。じゃあちょっとそのやり方やっていきましょう。ではですね、まずはじめに、 まあ手元に何か画像を用意してください。もし画像がない,か画像がない場合には、えー、Google のイメージ検索かなんかで、えー、例えばですけれども、犬とか、まあ何でもいいですが、えー、イメージ検索で何か一つ画像をアップダウンロードしてくださいで。手元に画像を用意してある想定でやっていきたいと思います。今、えー、僕の手元にはこの、えー なんかこの鹿の画像があります、えーまあ、皆さんも何か画像を用意してください。あんまりあの小さい画像だと、えー、ちょっとこう寂しい感じですので大体、まあ、いい 800×600 とか、えー、1920とか、まあ、その程度の画像でやってください。で、えー、オープンプロセッシングにアクセスします。はい、オープンプロセッシングにアクセスしてでログインしてください。 僕は今もうログインできてますけれども、もしまだログインしてない人はログインしてください。で、ここで新規に一つスケッチを追加します。はい。ここまではいつもやっていることなんじゃないかと思うんですけれども、今日はですね、ここにファイルをアップロードするんです。で、ファイルをアップロードする際に、まずはじめに、まだ何も書いてなくても構いません。このままの状態で、一度このプロジェクトをセーブしてください。このスケッチをセーブしてください。 セーブしないとですね、あの、画像が、あのー、表示できません。あアップロードできません。で、えー、まあ、このタイトルは後でも変えられますので、まずは適当に、まあ、イメージ、テストとか、まあ、適当に何か名前つけて、とりあえずセーブしましょう。はい、セーブしました。そうしましたら、えー、このコード編集画面にもう一度戻ります。はい。で、次にですね、ここの右上の部分。 こちらにちょっとこの点が3つ並んだ、まあハンバーガーメニューと言ったりもしますけれども、この点が3つ並んだここのメニューを押すと、このようにずるっとこう、右側にメニューがこうやって表示されます。で、ここのですね、この真ん中にあるこのフィル、え、ファイルズというタブを選んでください。ファイルズ。ファイルズタブを選んで、で、ここの領域にですね、 アップロードしたい画像をドラッグドロップしてそして画像をアップしてくださいこれで画像のアップロードが終わりましたこの画像ファイル名も、えー、自分で把握しておくようにしてくださいもしすごく長い、えー、ファイル名で分かりづらいようであれば例えば今ここでやってるようにフォト、JPEG みたいな感じで短いファイル名にしておくと、えー、やりやすいんじゃないかと思います、えー、ここまで OK でしょうかはい えそうしましたら、ちょっとエディターのフォントをちょっと大きくしましょうか。これからいできましょうかね。はい。そうしましたら、次に、この画像を、もうファイルにここに読み込む、アップロードした状態で、このサーバー上にあります。で、このアップロードした画像を、まずは表示してみたいと思います。で、その際にちょっと気をつけなければいけないことがあって、それが何かというとですね、今までは、セットアップとドローという2つの 関数でスケッチを作ってきました、えー、ところがですね、外部データがある場合は、もう一つ、プリロードという関数が加わります。このプリロード関数は何かというと、例えば今回のように画像データを用いたりですとかあ、もしくはサウンドとか、あとフォントとか、いろいろそういった外部データを用いるプログラムの場合、えー、プログラムの中に データがが読み込まれれるるのを待っててからセッットアップに行くという関数が用意されているんですどういうことかというとですね、まあ、これがイメージなんですけれども、このプログラムが開始したときに、まずプリロードを何か書くと、このプリロードがまず実行されます。セットアップの前です。セットアップの前にプリロードが実行されて、でここで外部データをすべて読み込むんですでで。読み込むの完了までこれを待ってくれます。 で外部データの読み込みが完了したら、初めてセットアップに移動するんです。<laughs> なぜこういう仕組みになっているかというとですね、セットアップのところに何か外部データの読み込みを入れてしまうとですね、このデータの読み込みがまだ終わっていないのに、ドローに移動してしまうことがあるんです。そうするとまだ読み込まれてないデータを参照しようとしてしまって、えー、エラーになることがあります。それを避けるために、何かデータを読み込む際には、このプリロード。 というのを利用して読み込み込ますじゃあちょっと実際にプログラムして見てみましょう。ファンクションセットアップの手前に、ファンクションプリロードというのを作ります。もうちょっと文字を大きくしましょうか。よいしょ。これからにしましょうかね。ファンクションプリロード。で、ここに画像を読み込むんですが、画像の変数を後で参照しますので、さらにその手前に、レット img, これイメージの訳ですけれども、画像のデータを格納する変数を用意しておきましょう。そして、こんな風にしてプリロードの中で画像を読み込みます。img イコール、ロードイメージ。i が大文字です。ロードイメージ、カッコ、カッコ閉じ、セミコロン。で、この、 ロードイメージのカッコの中にシングルコーテーションで囲ってあげて、で、えー、このファイル名、これ人によって違うかもしれませんが、僕はこのフォト .jpg というのをアップロードしたので、ここで、コロンスラッシュフォト .jpg とやってあげてください。このファイル名は人によって違うと思います。このコロンスラッシュ、これ何かというとですね、 今自分自身がいる場所と同じ場所だよというのを強調しています。今自分のこのスケッチがあるのと同じ場所にアップロードしたフォト JPEG という意味合いになります。まあ、ちょっとこれは自分の場所を表すというふうに、えー、把握してください。そうしましたらですね、まずはシンプルに、えー、この読み込んだ画像を表示してみましょう。じゃあ、エリプス、マウス X、マウス Y、20、20を消して、 でこのバックグラウンド100も消してでドローのところにまず背景をちょっと一回黒く塗りましょうか背景を黒く塗った上でイメージカッコ IMG コンマ0コンマ0でセミコロンで実行してみましょうはいちょっと今間があったのは 画像ファイルを読み込んでいたんですね。で画像ファイルを読み込み終わった後に、えー、この先ほどアップロードした画像が、えー、こんな感じで、えー、左上、ここ左上を、こう、えー、この写真の左上と同じになるように、えー、表示されます。この命令がポイントになっているわけですね。イメージ命令。これはですね、まずこの読み込んだ画像データを指定して、 左上の x 座標、左上の y 座標を指定すると元のイメージをそのままの大きさで表示してくれます、えー、さらにですねこんなことも可能ですここのイメージのところに例えばですけど with、height というような感じで、えー、3つ目4つ目の値あ違うです、ね、4つ目と5つ目の値の引数を入れてあげると はい、こんな感じで画面いっぱいに写真が表示されました。まあ、ちょっと写真の表示が場合によっては崩れてしまうこともありますが、これは表示する画,画像の幅と表示する画像の高さをえ変更しているわけです。まあ、こんな感じで簡単に画像を読み込んで表示するところまではできました。では次にですね、ちょっとこの画像をちょっといろいろ変更してみたいと思います。 じゃあまずですね、ティントという命令を使ってみましょう。このティント関数はですね、画像の明るさとか、画像の色合い、そういったものを変更することが可能な、えー、そんな命令です。じゃあちょっとこの元の画像と加工した画像、両方ともですね、こう、なんて言うんでしょう、並べて比較できるように、ちょっとこんな風にやってみましょう。まず、バックグラウンド0はそのままで、で、IMG、 0で、はいと割る4ぐらいにしましょうか。左上の高さですね。で、幅をミス割るに高さをはいと割る2にしてみます。そうすると、こんな感じで、左半分に画像が出てきます。これ、あの何も加工してない画像を表すための写真にしてみたいと思います。そして、 もう一個イメージ命令を追加して、また IMG を表示するんですが、今度は X 座標を、えっと、with 割る2。あ、with す、てます。with 割る2。で、Y 座標は height 割る4。これはそのままです。で、幅と高さも一緒です。幅、with 割る2。高さも height 割る2です。はい。こうするとどうなるかというと、 画像が2つ並びました今この2つの画像は全く一緒の色合い一緒の大きさですじゃあですねティント命令を使ってみたいんですけれどもまずですね左側の画像を書く手前にノーティントというのを入れておきますこれ何かというと今下のこちらの下でティントを入れようと思うんですけれどもそれがあの,ーリセそのえー、一度ティントをしてしまうとその設定が残っちゃうんですね それをリセットトしていますノーティントで,で下の方の画像え、まあ、右側に表示されている画像の手前にティント例えばですけれども127っやってみましょうかはいそうするとどうなるかはいちょっと色合いが黒あの暗くなりましたこれティント命令で127とやったら1つだけこの引数を設定すると明るさが変化するんです じゃあ、ここをですね、例えばマウスの X 座標で変化させるようにしてみましょうか。で、今日ですね、結構頻繁に使う一つ関数を紹介したいんですけれども。えっ、ー、と、じゃあ、レッドで、じゃあ、どうしましょうか。えー、BR、ブライトネスなくて BR という名前にして。で、こんな命令を使います。マップ、カッコ、マウス X、コンマ、ゼロ、コンマ、ウィス。 コンマ、ゼロコンマ、255。で、ティント、BR とやってみましょう。はい。これ、どんな意味合いか、ちょっと実際に実行してからまずう見てみましょう。画面の左端にすると、この右側の画像消えちゃいます。右側に持っていくと、徐々に画像が明るくなって、一番右端で一緒の明るさになります。なぜこうなったかというと、 このマップという命令がとても便利な関数なんです。このマップ命令はですね、何か入力の値をこうスケールを変換して何かこう出力にしたい場合、とても便利です。今この例では、マウス X の値、これが入力値です。マウス X の値の入力値の最小値と最大値をまず指定します。マウス X は左端に行った時に0、右端に行った時に w i スまで変化します。 ゼロからビスこれは入力の最小値入力の最大値ですそしてその時の出力の最小値と出力の最大値を指定するんですこの例ですと画面の左端の時には出力は0のものですでずっと右側に移動してって画面の右端に来た時に255になるようにこの br の値をスケールを変換してるんですですので tintbr ってやると左端が0 右端がちょうど255になるようなスケールで設定されるというわけです。はい。それではですね、今度こんなことやってみましょう。じゃあ、RED BR じゃなくて、今度 RED これをレッド、RED、RED、RED でマップ、マウス X がゼロからビスの時、ゼロか255。で、次に、RED グリーン。これは今度マウス Y がゼロから ハイトまで変化するときに0から255に変化するようにしてみましょう。そして最後、レッド、ブルー。これはちょっと固定にしましょうか。例えば127。で、ティントのところで、レッド、グリーン、ブルーというふうにやってみましょう。そうすると、この X 座標と Y 座標で、この 画像の色合いが変化できるようになりましたティント命令に3つの引数を入れてあげるとそれぞれ RGB の成分の強さが変更できるようになりますこうやって画像の色合いが変えられるようになったわけです、はいまあ、ティント命令これ振って画像全体の色合いですとか明るさを変える際にはとても便利です リセットするときにはノーティントを入れるようにしましょう、はい、次にですねいよいよですね先ほど画像データの仕組みの際にちらっと説明が出てきましたが画像のこの一個一個のピクセルの情報そこにアクセスしていきたいと思います画像の画素一つ一つを全部ピクセルをこうスキャンしてその情報をもとにいろいろ 試してみたいと思うんですけれどもまあ画像をピクセレイトすると言ってもいいかと思いますで、実はすごく簡単にできるんです先ほど、えー、イメージの名前を IMG にしましたけれども例えばですね img.getx,y コマとやってあげるとその x 座標、y 座標の位置にあるピクセルの色の情報を取得できるんです じゃあちょっと実例を交えながらやっていきたいと思うんですけれどもまずはですねちょっとここでいろいろ工夫していきますじゃあ先ほどのプログラムちょっと一回このドローのところのところは一回全部消してあげてでドローでイメージ img00 ちょっとここまで戻したいと思いますこれ最初にやった目あのプログラムですけれども画面の左端にオリジナルの大きさで画像が表示されますこれを少し変えていきます えこんな命令を入れてみてください。セットアップのところで、画像をもうプレイロードで読み終わってる、読み終わった後、えー、セットアップのところでちょっと変えていきます。どう変えるかというとですね。えー、と、はい。こんな感じですね。img.resize.with コンマハイトはい。img.resize with, height とやって、もう一度、この、えー、プログラムを実行してみると、フルスクリーンになりました。ただですね、これは先ほど、イメージ関数で幅と高さを指定するのとは、ちょっとやり方が異なっているんです。これはどうなっているかというと、このイメージリサイズ命令によって、 画像のデータ自体の大きさが、えー、変化しています。これ例えてみるなら、先ほどの最初のこのイメージ命令で幅高さをやった場合には、例えば Web ブ,ブラウザーで小さい画像を無理やりこう広げて、えー、その場で表示しているのだとすると、このやり方はですね、Photoshop で開いて、画像のデータのこうサイズ自体を変化したさせた、そんな状態と、 考えてもらうといいかと思います。画像のデータ自体の幅と高さをここで今、画面の大きさにしました。なぜこうしたかというと、後で get xy でやったときにきちんと全画面で色が取れるようにするためです。ではですね、ちょっとこんなのやってみましょう。r e d col, これカラーの略です。ごめんなさい。r e d col, イコール img.get マウス X、コンマ、マウス Y。どっと失マウス Y。はい。これで何が出るかというと、マウスの座標のある直下の色がこのコルに入ってきました。じゃあ、このコルを、えー、フィルにしましょう。フィル、コル。で、ストロークは、えー、255、白にしましょうか。で、ちょっと画面の左上の辺に丸を書いてみましょう。 サークル。じゃあ、X 座標をどうしましょうか。X 座標100、Y 座標100のところに直径80ぐらいの丸を書いてみましょう。はい、これがどうなのか。ちょっと見てみましょう。これで画像の上をちょっとこうやって撫でてみてください。そうすると、この左上の円の色が変化します。で、よく見ると、このマウスが、ポインターが触れている色。例えば、ここの えー、この鹿の頭の辺ですとこの頭の色になりましたよね芝生のところをこうやると芝生の色になりますつまりこのマウスポインターが触れている部分の色がきちんと取ってこれているわけですその色がここの円の描画の色になっていますごめんなさいこうですねポイントはこれです img.get で、X 座標、Y 座標。これで、その座標の画像のピクセルの色が取り出せているというわけです。ではですね、ちょっと今度はこんなことやってみたいと思うんです。画像の色をランダムにピックアップします。そして、そのピックアップした場所に形を書いていく。というのをやってみたいと思います。では、こんな風にやってみましょう。まず、もうイメージを書くの一回やめちゃいます。 イメージを書くのやめて、レッド、X、イコールで、ちょっとここで、こんなことやります。イント、カッコ、ランダム、カッコ、ウィス。はい。これちょっと、今まで出てきてないんですけど、このイント、カッコで囲ってあげて、ランダム、ウィスにしてます。これは何かというとですね、普通にランダムというメールをやってしまうと、小数点以下の数字が出てきてしまいます。 そうすると、ピクセルのこの値、小数点以下の数字じゃないので、ちょっとおかしなことになってしまうので、ランダムの値を整数に変換しています。Y 座標もこうします。int、括弧ランダム、ハイトです。はい。これで画面の幅と高さで、ランダムな場所が整数で指定できました。 じゃあ、その場所の色を取得しましょう。レッドコルイコール img.get で xy です。はい。あ、ごめんなさい。このバックグラウンドロも一回これ取っちゃいます。で、セットアップの下に移動してください。バックグラウンドロ。はい。で、その上で、まず色を指定します。じゃあ、ストローク一回もうなしきしちゃいましょう。ノーストローク。ノーストロークで、で、 あ、ノーストロークですね。ノーストローク、失礼しました。えー、ノースト、んちょちょちょノーストロークがあってますね。ノーストローク。で、えー、フィルをコルにします。で、円を書くんですが、先ほど取得した X 座標と Y 座標を中心位置にして、ランダムに生成した X 座標、Y 座標を中心位置にして、じゃあ、まずは半径を、そうですね。 じゃあ20ぐらいでやってみましょうか。絵を描いてみます。こうするとどうなるか。ちょっと見てみましょう。はい。点がどん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 増殖しています。で、最初、点の数が少ないときには分かりづらいんですけれども、ちょっとずつちょっとずつ元の写真が再現されているのが分かるでしょうか。その、こう、ピックアップした写真の色を絵の具にして、 こう点描しているようななそんなイメージです写真の色をもとにこの点々で丸でこのサークルで写真を再度再現しているんですこれなかなか面白い効果が生まれてくるんじゃないでしょうかはいじゃあちょっとこれでいろいろ工夫してみましょうじゃあ例えばですね今このえこの一個一個の丸 完全に不透明のインクで塗っています。ちょっとだけ透明度をつけてみましょう。でこの際にどうやるかというとですね、こんな風にあります。えっ、ーえー、と、コルというのがこの RGB の色が含まれたあ色です。えっ、ー、と、RGB の情報が入っていますで。フィルでですね、こんな風に指定します。フィル、レッド、カッココル。 で、グリーン、カッココル。ブルー、カッココル。こう書くと、それぞれコルのレッド、グリーン、ブルーの成分が抽出されます。まあ、このままだと先ほどと一緒です。で、さらに4つ目で、例えば190とか、それぐらいで何か値を追加します。そうすると、これが RGB の次に来ているので、アルファ、 透明度になるんですこうやってあげると今度はちょっと透明度のある色で写真を再現してくれます <coughs> 今この円の大きさ、えー、と20でやってますけれども例えばこれを大きくするとまた印象が変わってきます例えば80にしてみましょうかそうするとだいぶ大きな丸で描くのでちょっと印象変わってきますね ただこれもどん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 重なっていくと徐々に徐々にこの、えー、この何て言えばいいんでしょうか塗りつぶしのこの重なりの中に徐々に写真が浮かび上がってきますなんとなくこの鹿の画像が見えません,んなかなか難しいかな、まあ、徐々に見えてきたんじゃないでしょうかはいでじゃあここでちょっといろいろ工夫してみたいと思います今この 円の大きさ、固定でした。これをですね、何か色の何かの指標で変化させてみたいと思います。で、実はですね、こんなことができるんです。じゃあちょっとこのサークルの手前に入れましょうか。レッド、ディアミター、直径ですね。レッド、ディアミターイコール、で、マップ命令を使うんですけど、マップ加工がかかるし。で、入力をこんな値にしてみたいと思います。 ブライトネス、カッココル。ブライトネスコル。こうするとですね、このコルの明度が出てくるんです。取得した色の明度が出てきます。HSB の B です。明度じゃあ明度がこれ実は0から255まで変化します。明度がが0から255まで変化するときに、例えば円の直径を5から、そうですね、80まで変化させる。 で、そこで、えー、導き出された直径の値を元に円を描いてみましょう。はい。どうなるかちょっと見てみましょう。これはですね、暗い部分は小さな点で、明るい部分は大きな点で描くようになってます。ちょっとここで、今はこう、 マイフレーム、マイフレーム、一つずつの点を打ってますけれども、だんだんちょっと待つのが大変になってきたので、ちょっとインチキしてみましょう。インチキってわけじゃないですけど、ちょっとすぐに結果を得られるような仕組み、工夫してみましょう。ここのドローの手前で、4分を入れます。あフォド、ドローの手前じゃないですね。ドローの直下に、4、レッド I、i イコール0から、セミコロン、i、小なり、えー、じゃあ50ぐらいで行きましょうか。セミコロン、i、 ププラスプラスス閉じで、中カッコでちょっとこの中を全部段下げします。段下げして、中カッコ閉じ。こうやるとどうなるかわかりますでしょうかマイフレームマイフレーム、色をピックアップしてそこに点を打つ動作を50回繰り返してくれます。つまり、50倍速狙うわけですね。ちょっと見てみましょうか。こうすると、はい、先ほどに比べて50倍のスピードで、 再現してくれますので、待つスピードがだいぶ削減されました。はい、わかりますでしょうかこの明るい色のところは大きなインク、ここら辺の暗いインクはちっちゃなインクになります。よりこう、明度が強調されたような、そんな表現になりました。これ、いろんな指標できます。今、これ、ブライトネスで円の大きさ変えました。もっと極端にしましょうか。えっ、ー、と、じゃあ、5から8じゃなくて0から120とかにしましょうか。はい。そうするとだいぶ強調されると思います。 はい、明るいところは大きく暗いところは小さい丸でこんな感じですねはいではですねここをブライトネスじゃなくて今度こうしてみましょうサーキュレーションサーキュレーションなんだか覚えてますでしょうか色相じゃごめんなさいサイドですね失礼しましたサイドですサーキュレーションをこのにしてあげると今度は鮮やかな部分を 大きなインクで,で鮮やかでない部分を小さなインクでやってくれるので先ほどの明度で塗り分けた時とはまた違ったちょっと不思議な効果で生まれてきます鮮やかな部分を強調したようなそんな写真になりましたこんな感じですね色の何か指標をですねこの大きさに変更してあげるといろいろ面白いことができてきます、はい まあちょっと次のはあんまり意味ないかもしれませんが、色相にも当てられます。ヒュー。ヒューを色円の大きさにしてあげると、色相に応じて変わります。まあちょっとガチガチになっちゃいましたけれども、こんな、ちょっとこれはじゃあ120じゃなくてえ40ぐらいにしましょうか。はい、こうやってあげると、色相によって大きさが変わる。うん。 まあちょっとこれは難しい感じですかね。はい。まあこんな感じですね。色のこう属性でインクの大きさを変えてあげるとなかなかこう面白い結果が生まれてくるかもしれません。さらにですね、ちょっと凝ったことをやってみましょうか。じゃあ複数の属性を使って例えば色相と彩度 それを使ってですね四角形を書くんですが四角形の角度を変更するというのをやってみましょうかちょっと何言ってるか分からないかもしれませんのでプログラムを書きながらやっていきますねえここまで一緒ですえイメージコルでノンストロークでフィルレッド,ブルレッドグリーンブルーでここまで一緒ですでですねえこんな風にやってみたいと思いますまずですね プッシュ、カッコカッコ閉じ、セミコロン。ポップ、カッコカッコ閉じ、セミコロン。プッシュとポップ、これ、対になる命令なんですけど、こんな命令を入れます。これは何かというとですね、この、今からですね、座標全体を移動して、で、そこの移動した先に回転させた形を書くんですけれども、その際にこのプッシュとポップで囲ってあげることで、その座標の変更を 一時的なものにします。つまり、一回変更して、また元に戻してあげることができるんです。で、これで囲ってあげると、例えばですね、こんなメリ上があります。トランスレートで、xy でやってあげると、これ何かというと、座標の原点を xy に変更しています。で、ここに例えばレクトで、えー、例えばですけれども、0、あ、あとですね、 ちょっとここで、まあ、一回、ちょっとあたりやりましょう。レクトで、例えば、00を、えー、そうですね。例えばですけれども、お幅は5、高さは20あ、という四角形を書いてあげると、00の点を原点にしてるんですけど、ちゃんとこの、えー、それぞれの場所に移動してます。なぜかというと、これは座標全体を移動して、そこの原点に書いてるからなんです。ではですね、 まず、じゃあ、サイドをこの四角形の長さにしてみたいと思います。はい、じゃあですね、レッドレングスイコールマップでサーチュレーションのコルが0から255まで変化するときに、例えばですけれども、0からえそうですね、120まで変化させるようにしてみましょうか。で、この長さで、 ここの四角形の高さを変化させます幅はちょっと細めに2ぐらいにしましょうかはいこれで見てみましょうかはいそうするとサイドが高いところは長い線でそうでないところは短い線で書くようになりましたはいちょっとなんかこうシャシャシャッとこうなんて言んいいんでしょうかえー、こうペンで書いたようなそんな効果が出てきました さらに、ここでですね、回転してみましょう。じゃあ、こんな風にしてみましょう。トランスレット手前に、ごめんなさい、移動しますね。トランスレット手前にレッドレングス移動して、その下に、レッドアングルイコールマップ。今度はじゃあ、ヒューを使いましょう。ヒューイコールが0から255まで変化するときに、例えばですけれども、0から180。 これが角度に実は相当するんですけれども、で、トランスレート x, y した後に、ロテイトカッコ、で、ラディアンズカッコアングルとやってください。これちょっとややこしいんですが、ロテート命令というのはですね、座標全体の角度を原点を中心に回転してくれます。で、回転する際にですね、この単位が ラジアン角というのは0から 2π で角度を表す単位なんですけれどもちょっとそれだと馴染みがないので普通のディグリー角というんですが0から360の単位をラジアン角に変換してあげてそしてロテートしていますはいこれ見てみましょうそうするとですねなかなかちょっと面白い効果が出てきました色相によってこのストロークの角度が変化してるんです そうすると何かこうスケッチをしてるようなそんなようなタッチになりましたいかがでしょうなかなかちょっと絵画っぽい表現になってきました鹿が浮かび上ってきましたねはいこんな感じでですねこの色の属性をうまくパラメーターに変換してあげることでいろとこう 元の写真からちょっとこう変わったタッチそういったものが再現できるんじゃないかと思いますはいじゃあここで今日の課題です、えー、本日の課題、まあ、今までここまででやってきたように p5.js に画像を読み込んで,で読み込んだ画像のファイル情報から新たなイメージを生成してください、えー、読み込む画像は自由です ネットから拾ってきた画像でもいいですし何か自分の持っている画像でも構いません、まあ、この画像の選択もちょっと重要かもしれませんでまた同じように作成した作品をオープンプロセッシングで投稿してその URL を提出フォームから送信するようにしてくださいちょっといろいろ今回も工夫ができると思いますのでじっくり時間をかけてやっていただきたいと思いますはい えー、という感じで今日は画像を使って表現するというのやってみましたけれども、えー、画像のファイルの種類ですとかそれをどう再現するかによって色々変化させることができると思いますので、えー、色々楽しみながらやってみてください、えー、それではまた来週やっていきましょう